皆さんこんにちは。今回は FOMC になります。12月14日午前4時発表予定となっております。いつものように前回の結果を振り返ってみたいと思うんですけども、前回の FOMC、FF 金利の誘導目標は 5.25% から 5.50% ということで、市場の予想と前回と変わらずというような結果となっております。予想通りとなっております。発表後は若干下振れしまして、151円の04から151円を切るというような動きになっておりました。ただその後値を戻しておりますけれども、パウエル FRB 議長の会見での発言、こちらが高波姿勢が弱まったとの見方を受けまして、ドルは軟調な動きとなっておりました。ただそれもすぐ反発するという形になりましたけれども、その後は金利の低下とともにドルの下げというのが加速しました。戻り高値151円の23から150円の66まで57銭下落という展開となっておりました。 FOMC の声明に主な声明ですけれども、経済活動3四半期に堅調なペースで拡大したということが示されたと、あるいは、インフレ率引き続き高止まりしていると、まあ、このあたりは変わらないということですね。あと、雇用拡大、雇用の最大化と長期的な 2% のインフレ率を達成を目指すと、まあ、このあたりも変わらずということですね。であとは、リスクが生じた場合、金融政策の姿勢を適切に調整する準備があると、で全会一致と、まあ、このあたりはもう、ほぼ変わらずという形ですね。で一方、パウエル FRB 議長の会見での発言ですけれども、FRB はインフレ率を 2% の目標に引き下げることに強くコミットと、ここも変わらずということですね。でこれまでの進展を考慮して FOMC は慎重に進んでいるということで、この慎重という部分に多少反応しているような形でした。そして潜在的な GDP を上回る証拠があれば利上げが正当化される可能性ということで、証拠があれば可能性ということで、若干その受け止め方としては、ちょっとハト派的というふうに受け止められて、若干この下げが出てきたと、ドルが下振れしたということですね。ただその後、3つですね、現時点で利下げについては全く考えていないと、利下げ検討協議はしていないと、で追加利上げの是非が問われていると、まあ、いうようなことで、ここ変わらないということで、またまた、利下げに対して牽制発言ということで、まあ、ドルが反発するという場面もあったというところですね。ただ正直インフレ、まあ、関しましては依然として FRB の目標を上回っているということもあって、でマーケットは先取りして金利も低下してますし、ドルも低下しているということで、あまりに、金利が低下してしまうと今までのその効果が薄れてしまうということで、若干その下支えをしているというような発言が残っているという形ですね。でこちらが消費者物価指数の前年比とコアの推移ですけれども、まあ、ピークの 9.1 から 3.2% まで低下していると、でコアは 4% まで低下していますけれども、下に引いている赤いライン 2%、 これが FRB の目標ですけれども、まだ、上の方で推移しているということですね。そして、今回のエコノミストの予想ですけれども、金利据え置きが全体の 93%、 0.25% の利上げが 7% という形で、ほぼ予想は据え置きというようなことですね。で注目のポイントですけれども、1つ目が予想通り据え置きが決定されるのかどうかということですね。まあ、ほぼほぼ 100% に近い、予想がされてますので、サプライズはないのかなと
いうのが、大衆の意見となっております。2つ目、金利下げ物市場では来年の利下げがすでに織り込まれておりますけれども、声明や FRB 議長の発言でそれがどう変化するのかということなんですけれども、まあ、当然今までもそうですけれども、ストレートに利下げに関する発言というのはしませんので、まあニュアンス的な部分ですね。でマーケットが発言をハト派的と受け止めるのか、それともタカ派的と受け止めるのかということで、ドルの方向性が変わってくると思います。でまた特にその部分があるんで、会見での発言ですね、質疑応答、いろんな質問が出ますので、それに対する発言でちょっとニュアンスが取られる可能性がありますので、会見の方の発言に注目ということですね。そして、金利先物市場における、織り込み度合いということなんですけども、まあ、今年はですね、12月最後1回なんですけども、まあ、ほぼ変わらずというのがもう金利先物市場では織り込まれています。しかしながら、来年ですね、3月には 0.45回ということで、まあ、約 45% 織り込んでいると。で5月にはもう1回の 0.25%、 1回の利下げということですね。で年末には4回ということで 1% の利下げをすでに織り込んでいるということであります。ですから、まあ、当然この発言等ですね、動く可能性があるんですけども、今から2週間前はですね、3月の時点は 22%、 5月は 51% と今の半分ぐらいだったんですね。ただ、その間にですね、 FRB ウォーラー FRB 理事ですね、インフレ率が引き、さらに低下すれば利下げの根拠は十分にあるというようなハト派的な発言、またシカゴ連銀総裁もインフレに関して良好な進展が見られるということで、利下げの思惑というのが出てきたと。でさらにデフレーターの発表がありましたけれども、デフレーター、コアデフレーターともに鈍化というような形になりましたので、早期の利下げの思惑が高まって少し織り込み度合いが高まっているというような形になっております。ですからその発言内容でどのように変化するのかというところも注目です。でその発表後、まあ、直後とですね、その次の週にかけてもですね、当局者の発言が相次ぐと思われます。で今現在はですね、ブラックアウト期間ということで当局者の発言は規制されておりますので、 FOMC 発表後にはですね、それが解除されますので、メンバーのどのような発言が出るのかというところまでですね、注目していただければと思います。今回は以上です。